はいみな、えー、さんこんにちは DZH フィナンシャルサーチの和田ですただいま1月17日の火曜日ですね午後の2時15分ぐらいになりますけれどもですね FBI FX ニュース始めていきたいと思います 昨日はですねご存知のようにアメリカはですね米ニューヨーク市場がキングボックスのですね誕生日の祝日ということで3連休になったんですねですから米国勢が不在ということもありまして為替市場もなかなか動きづらかったというところでしょうアジア時間こそ特にドレンですけれども一旦下値を試すような展開となったんですが欧州時間に買い戻しそしてニューヨーク市場入りますとですねまたもみ合いになって終わったという形となっていますそして今日の東京市場ですけれども今日からですね明日にかけまして日銀の金融で決定 買いすでに始まっています。えー、YCC のですね、枠の撤廃があるのか変更があるのかといったところ先週末からかなりの憶測がですね飛び交ってきている中で、えー、ショートカバーですね買い戻しの動きがまた今日も続いているというところになっています。まあそこらへんもちょっですね詳しく見ていきたいなと思います。はい、えー、こちら見てもらってますが昨日のですね、えー、ドル円の五分チャートとなっています。さくさ東京時間朝方百二十ジャの二丸の高値をつけた後、その後は JJB のですね国債の利回りが YCC の枠の上限0.5%をまた再び連日のですね上限を超えという形となりました0.51%まで上昇するんですけれどもそれを見ました短期税がまた売り仕掛けという形となりました先週末13日の安値127の46を下抜けまして一時127の23の安値ですねまで値を下げるという形となったわけですそしてその後はです、ね、お次第にですね下値を切り上げる展開こちら見てください安値を抜けた ですけれども7円の2 3の安値をつけた後はしばらく安値県で揉み合いをして、えー、午後にかけてですねまた買い戻しの動きいになってしまったというところですね、えー、そして昨日はですねアジア,アジア勢のショートカバーが強まりました欧州時間入りまして128の87までショートカバーが進むという形となったわけですアジアの高値の8円の20あたりですねここを抜けてから少しストップロス的なですねこちらでも分かりますようにストップロス的な買い戻しが入ったというところでしょう 8円87の高値をつけた後ニューヨーク勢で不在の中でですね、ポジション、えー 取引は非常に薄くなってくるというところになるんですけれども、その後の下押しも8円の1、2までと非常に限定的なものに終わります。8円台を維持と、128円台を維持するという形になりましたね。えー、その後は128の7、6までまた再び買い物し、そして引けがきてましては8円の4、5まで下押しをして、ニューヨーク市場を引けたという形となっています。そして今日の東京市場はこちらです。見てください。今日朝方こそポジション調整、陸井の売り等も最初出た中で128の2。 22までですね。128の22まで下押す場面があったんですけれども、こちら見てください。昨日のニューヨーク時間の安値が128の12だったですね。やはりこういったところが下値としてはかなり意識されたというところでしょう。今日もアジア時間22でサポートされますとその後はまた芝世代に下値を切り上げていくという形となりました。まあ、本日はですね、日銀の金融制決定会合の当日ということでもうすで、ま、に始まっているんですけれども、まあ、この当日になっても 日銀がですね今日も国債のですね差し値オペを実施したということが分かりました。えー、こちらをきっかけに YCC の明日の決定ではですね YCC の枠の撤廃と変更はないんではないかと、まあ、こういったですね憶測がまた急速に高まる中で先週末から売り込んだ向きの買い戻しの危機が強まったというところそして連休明けのアメリカの長期金利今日も今3ベースほど大幅な上昇となっていますけれどもアメリカの長期金利の上昇もですね買い戻しを後押しという形となっています。 昨日高値の128円の87という高値がありましたけれども、こちらを上抜けました、一時129の1号の高値まで値を上げるという形となっています。その後はこちら見てください、128円の60あたりまで,です、ね、先ほど下押しをしたんですが、あまたあです、ね、今、その高値からの今、下押しをして,してもみ合っている状況というところですね。 引き続き、今日の安値の8円の22ですとか、入浴時間の昨日の入浴時間の安値の8円の12ですね、本日この後もサポートレベルとして意識されそうな状況だというところでしょう。こちらしのチャートでも確認をしていきます まあドル円はですね何でもお話ししてますように、先週の木金をかけまして大幅な下落となっています、日銀の YCC 枠のですね撤廃まで、ですね思惑がえ台頭する中で、短期税中心に、下値を試すというような展開になったわけですね。今、聞くところによりますと、欧米系短期税中心にしまして、ドル円のショート、日経平均先物の,のショート、そして日本国債のショートですね、このトリプルでショートにしているというような状況ですので、やはり今日ですね、今日から始まっている中で、 若干ポジションの調整のです、ね、買い戻しの動きが今日アジア時間は目立ったというところでしょう。そうしますと、戻りの目どという形になってくると思うんですけれども、え今日本日、129の1号まで買い戻しありましたが、ここ見てください、先週末の13日の高値ですね、129の43、そしてえ急落してくるまでの年収来安値だったのが、1月3日の安値、129の52ですね、やはりこういったところまで戻せるのかどうかといったところですね、非常にポイントになってくると。 いいうとところだと思いますそしてですね、こちら、です、ね、週足のチャートで確認をしたいんですけれども、見てください。はいこちらですね、ちょっと週足のチャートを作ってみましょうか。はい今、こちらから今作っています、今ドル円のですねこちら、週足のチャートになっています。 はいえー、こちらもですね先ほどちょっと見てもらったかと思うんですが、これ、ドレーのです、ね、週足のチャートなんですねで。週足のチャート見てもらうと分かりますように、先週はですね大幅な下落となる中で、週足のです、ね、一目の雲の中にですね 入り込んできててしまっているとこんな状況ですですから、戻りの目でを見る上では、この1目の上限がどこなのかというところですね、これ非常に重要になってくるんですけれども、実は今週の週足の1目の雲の上限が129の9号に位置してますね。まあ、ですから、昨日、先ほどデイリーのチャートで確認しました、13日の高値は9円の43や3日の安値の9円の52。 さらには一目の週足でのですね、雲の上限が9円の9 5に来ているわけですから、まあ、130円台とといううこでしょうね。130円台に戻せるのかどうかまたは頭を押さえられてしまうのかこういったところのです、ねえー、まあ判断材料に非常になってくるというところじゃないかなというふうに思います。 はい、えそれではユーロドルの方も確認をしていきましょう。ユーロドルの5分チャートがこちらです。まあ、ユーロもです、ね、ドル円の買い戻し等もありまして、やはり戻り売りに押される展開となりました。昨日は一時1.0874の高値があったんですけれども、アジア時間ですね、え結局1.0802まで値を下げる展開、その後、買い戻しも入りましたが、1.0837まで、その後の下押しも1.0806。 買い戻しが1.0829、下押しが1.0811、もうだん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 とですね、細ぼってきてしまったと、こんな形です。まあ、入ク税不在の中ではですね、致し方ない動きだったと言えますよ、えー。そして、今日の東京市場を見てください、こちらです。今日の東京市場、買い戻し1.0834ですね、34まで買い戻される場面があったんですが、その後、1.0807まで下押し、ただ昨日のですね、レンジのもみ合いの中の息を出ていないと。 いうような状況になっています。まあ、基本的にアジア時間、ドル円中心のですね。マーケットになったというところでしょう。こちらも日足のチャートで確認をしています。 まあ彩りはですね何度もお話ししていますように12月15日のこの高値ですね1.0735を抜けたことによって上値トライをしたんですがちょっと見てください、3日続けてなかなかですね戻りがないという頭を押さえられてしまってますよね先週の木曜日の12日の高値1.086713日が1.0868そして昨日1.0874と高値はとりあえず更新はしてるんですがまあなかなか抜けきれていないというところですね。 ポイントとして、ですねまた時間切れでまた戻り売りに押されてしまう可能性もあるというところで、ちょっとやはりこの後の海外税が戻ってきた中でですね、ーク税が戻ってきた中での値動き、注意をしたいというところでしょう。ユーロドルに関しましては、ですね見てください、上値の目処はこちらになります、4月の21日の高値ですね、1.0936という高値、こちらが上値としては、ですねやはりポイントになってくるというところだと思います。 はい、えー、それでですね。えー、今日予定されてます。この後の主な経済指標を確認していきましょう。 はいえー、こちら見てもらってますが、今日この後ですね、予定されてますものが経済指標となっています、まず16時ですね、4時、12月のドイツの CPI の改定値、そして12月、イギリスの雇用統計と続きます、えー、そして4時半がセントロ・プロトラクル中銀総裁の講演、6時15分がミューラー・エストラー中銀総裁の講演ですね、そして19時、非常に重要になりますのは1月、ドイツのゼウ・ゼトイ・の景況関数、こちら、ユーロ圏とともに発表という形。 そしてその後は10時15分ですね、12月のカナダの住宅着工件数と、11月対カナダ証券投資動向。 ですね、そして10時半が12月カナダの CPI と続きます。そして同時刻10時半が1月のニューヨーク連銀製造業景気数ですね。そして明け方5時がウィリアムズニューヨーク連銀総裁の講演も予定されています。まあ、こちら、ですね今日は経済指標云々というよりはやはりですね米国税、3連休明けの米国税がどのような動きになるのかといったところ、とりあえずアジア時間でアメリカの長期金利の上昇という形で反応という形となっています。まあ、いずれににししましてもドル円でですすねねマーケット非常に明日のです、ね、お昼 次になりますけれども、日銀の金融決定会合で、どのような政策になるのか、全く政策の変更がないのか、もしくは、ある程度のです、ね、微調整があるのか、まあ、まあこういったです、ね、ことが非常に注目が集まるというところでしょう。マーケット先ほどからもお話してますように、米経短期税を中心にしまして、ドル円の売り、日経平均先物の,の売り、国債の売りというようなです、ね、ポジションを非常に作ってきたというような経緯がありますから、まあ、どこまでポジション調整が進んで、かなりです、ね、ポジション調整も進んでいるかと思います。 けれども、この後米国勢ですね連休明けの動きに注意が必要になってくるというところだと思います。はい、それではですね今日の解説を終わりいたします。